お願いします。さっき志村和弘選手からアドバイスもらってるんで、それをしっかり武器にして使うかどうかは分かんないですけど、まあ、そういう相手多分考えてくれてるかなと少しは思うんで、どこで使うかはお楽しみかなと思います。じゃあ、行きます。出てこないですよ。和弘選手。むしろなんかずっとフォア前にあの順位を出るやつばっかなんかかけさせるの待ってるかのような感じでずっと出してくるんですけど。聞いてた。やばい。
マジえぐい。やってるときだね。これ来たっすね今。これ完全に来たっす今。待ってますよもう。ま完全に待ってるよもう今。ありがとうございました。ありがとうございました。ポコスコに吹っ飛ばされました。まず1セット目 YG1 本も取らなかったっていう、最後やっと出たかと思えば狙われてた。終わりです。これ情報操作。情報操作。これ情報操作ですか。はい。あら、あそこで僕聞いてましたもんね。最後吉村選手その試合終わった後ちょっとアドバイス軽くいただいたんですけど、有本選手ももしよかったらぜひ一つでもいいのでアドバイスいただけたらと思います。1セット目のバッキンロングサーブで。こんなになるぐらいサーブでプレッシャーかけられてたので、その展開は怖いって思う分サーブで点数を落とせないなっていうプレッシャーがあると思うので、逆にこうレシーブの時とかいいサーブ持ってる分レシーブでこう思い切ったりだとかっていうのが多分できやすいプレースタイルだと思うので、レシーブで思い切ってやってみたりっていうのがあったらよりいいなと思います。僕のサーブ甘かったので、あれいけたっすか。いけるんですか。いける相当いかれるんすか。相当いかれるんすか。相当いかれてきてるんで分かるんですけど、はい、僕ぐらいだとやっぱ本当にレベルの差が本当にすごいあるんだなっていうのをすごい改めて感じましたね。僕の中でつなぐはもう2人にとってはチャンスボールですし、僕の中で質がいいっていうのが多分もう普通っていうぐらいの、一段階もうなんかずれちゃってる感じのような気は今やっぱ話してもするんですよね。動画越しだとやっぱお互いそういうレベルでやってるから意外と何気なく普通にやってるじゃないですか。そういう細かいところってやってみないと実際わからないし、やってみたことで改めてやっぱこういうところ全然違うんだなっていうのがはっきり動画でわかると思う。さ、僕なんかがこうやってやらせてもらうことでボロボロ僕ミスするじゃないですか。例えば有本選手と吉村選手が戦ったりとかした時はそういうボールミスっていうのは多分なくて、もっと打ち合いになったりとかすると思うんですけど、やっぱそういうのがないっていうのはそういう初戦の早い段階での細かいところのボールミスっていうのがやっぱかなり目立ってるのがあるのかなと僕もまだまだ思います。本当に、今回2人ともアドバイスをいただいてありがとうございます。こちらもなんかすごいいい緊張感の中で映像撮られてあの試合やるっていうのは結構緊張するし、やっぱりこう私たちもいい経験になります。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらもありがとうございます。また機会があればぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今回これで琉球アスティアさんとのコラボの動画を、吉村和博選手との試合と有本選手との、ガチ試合の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。